こんにちは、ギント。よしです。はい、今日はですね、また、ね、寝て起きて、5秒で焼肉シリーズがみんな面白いって言ってくれたので、すごい気分を良くして、今日は、すき焼きを食べたいと思います。でも今日は普通のすき焼きちゃうねんで。何が？明治時代にな、すき焼きって始まったんやって、うん、牛鍋っていう、まあ、シンプルな名前から。あ、明治で？うん、始まったらしいねんけど、それをちょっと今日は再現して食べてみようかなと思います。うん、 OK。 じゃあ今日は牛鍋パーティーなのでパーティーしようか。明治の時牛鍋言うた？明治の時は牛鍋って言って、森外という知らん有名な方な、うん、小説書いたりしてんねんけど、うん、めっちゃシンプルやねんね、昔のって。うん、僕明治と思ってたらチョコレート。おいしいね。乾杯。ああ、乾杯です。聞く。あ、やばいかも。まだ飲んでない。結構ファーストインパクトやばいよ、目覚めるわ。じゃあですね、はい、なんかその時代のなやつって、はい、めっちゃシンプルで、しかも火があった、味噌で食べてて、火あるやろかい、味噌で食べててんて、味噌味、うん、あ、すき焼きが味噌、うん、味噌で、赤系の赤味噌、赤味噌、砂糖、あとお酒で作ろうかなと思います。みりんは？みりん、まあお酒、まあまあ酒入ってるか、みりんみたいなのも砂糖も入ってるし。じゃあ分かった、うん、で材料は国産牛も赤身ブロック。うそれ明治の時ブロックしかなかった？多分やけど、その時そのちょっと後か、まあ前後ぐらいから、まあ、その牛を食べるようになったみたいな、なんか、うん、まあ、江戸時代ぐらいから食べてたのはあったみたいやけど、うん、まあでもその時にさ、最初からそんな今の国産の霜降り牛とか絶対、うん、皮入ってない。あ、ごめん。霜降り牛とか刺しだらけのが絶対なんやろと思う。うん、みんなこの髪の毛が見たいんじゃない？うん、そうだよ。てなっちゃうの。その時絶対どう考えたってさ、あの薄切り、薄切り肉ないわけやんか。ああ。どう考えたって。ぶつ切り？結構適当カットでいいみたい。その薄くなくていいって。オッケー。わかりました。米味噌、大豆米塩だけの麹味噌で、ちょ、これいかないと思いまーす。はい。さ、本当に言ってる？ぶつ切りにも程があるやろ。じゃあどうする？一口サイズぐらいには明治の人に。ああ、そういうこと、そういうこと、うん、一口。うんち。大言うと砂糖入れます。これを先でちょっと伸ばします。その明治の時だったらふんだし、うん、ふんだし、ほんだし、うん、どういうこと？あのパンツが、パンツがほんだし、ふんだし、あ、ふんどし、ふんどし。そうちゃん、最初の方はそうやったんちゃう？途中から西洋っぽくなってきたはずやから。あ、そうか。うん、あの富国強兵って言って日本人に強くなってもらいたいから、うん、ああ明治のエンペラーがすき焼きとか食べてみんなにこうプロパガンダしたんじゃないかみたいな。うーん、あ、いいじゃん、いいじゃん、いいジャンプ。僕の友達森外さん、ダチの森外は、うん、その本の中でネギ、はい、薄切りネギしかないって、薄切りのネギが乗ってるだけって書いてあったんですよ。うさぎり、薄切りで、普通牛脂とかさ、牛の油、うん、引くと思うねんけど、牛脂ってなかったやろ。牛脂ってだって牛脂として売り出されてたから。まあ、ベース牛脂嫌いやからね。お味噌ちゃん入れてきます。そこの上に味噌入れてきます。お味噌ちゃん、一回出ます。え？じゃあ、起きるため、ちょっとダンスする。ちゃっちゃら、できました。こんな感じ？
ちょ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 、真ん中ちゃうな。いきます、チャカ。 Turn on the fire. First you have to put in the heat. チャカ。それで言ったらこんなさ、加工されてやるさ、うん、すき焼き鍋とかもなかったやろうからさ、鉄とかで言ったやろな、最初ね。あー、それか、石。石。鉄ぐらいあったんちゃう？何そんな、きゅうりいりませんかって。うん、違う、これ、明治のお箸。なあ、明治時代なんやと思ってんの。うん、昭和やで。昭和の前やで、やめやって結構煮えてきてるね。あ、まあいい匂いちゃうまあ、まあ煮匂い、なんでや、煮匂いしてるね。なんか味噌と牛ってなんか匂い似てんのかな、うん、なんかどっちもの匂いがこう混ざってする。あ、ひっくり返していこう。あー、これがちょっと楽しみかな。だって僕がな、楽しみやねんけど、シンプルに、ほんまにすき焼きならめっちゃくちゃ大好き、うん、普通のすき焼きが、あなた冗談言ってんのかなんのか分かる。すき焼きから好きみたいなこと言ってすき焼き好きでしょ。すき焼き好きや、うつ、その薄薄切りで、こう、うん、入れて、でちゃんと な卵、うん、生卵は、生卵はね、でも書いてなかったの、小説の中に。あ、じゃあこれちょっと食べてから、その後ちょっと食べて、まあやってもいいかもしれない。あ、ちょっと水が出てきた。みんなさんも、うん、明治の時代一緒に行きましょうか。ごめん、一緒に食べ、そうや、森外といえばさ、うん、あのビール大好きなんよ。ビール大好きで、なんか知らんけどビール飲んだらおしっこ出るよねっていう本書いたりとか、まあまあそれが研究したりとか。はい、お父さん、自分で注いでおくんなまし。うん、見て、ライトに照らされてキラキラ。おいしそう。乾杯。乾杯です。Cheers everyone。絶対間違う。寝起きのこと忘れてた。はぁ、きつだ。でも今回が、うん、ちょっと起きてるから、うん、前よりきつくないでしょう、うん、それともうやっぱりこのお酒が、うん、その酒がきつすぎて、うん、日本酒、え、みんなやってみて、寝起き日本酒。うん、それすげえな。ビールとかはまだあれけど、日本酒はえぐい。えぐい、もうこれ全然すき焼きに見えないな。うん、なんこれ何に見える。あ、なんかでも綺麗に見えてるけど、美味しそうに、うん、取ってみて。全然美味しい。あ、ごめん、いや謝らんでいいけど。あ、ネギと一緒に行くんですね。あ、くもちゃん、あー、うまそうですけどね。うん、全然。ギモとて、はい、すいません、ちょっと火あぶりして、謝って、あ、謝くっても、あや、あやな、うん、言って謝らなくてもいい、謝らなくてもいいや。じゃあ、いただきます。いただきます。いい匂い。うまっ。うん、これ、うまっ、うまい、うまっ、え、うまっ、柔らかっ、うん、全然、え、うまっ、え、うまっ、明治に住める、え、うまっちょっと待って、語彙力なくす、ちょっと水欲しいよね、酒入れる、ちょっと濃い、ちょっと濃い、うん、やばい、クソうまい、ちょっと待って、うまい、新しい、まあ古いけど、古い新しい食べ方やりました。でも古い、あるあるあるし、なんか食べました。味噌とさ、ネギとさ、味噌さ、ネギと牛肉だけやのにさ、うん、新しい感じするよ、ね、なんか何っぽいとかなくない？ごめんごめん。麦酒って感じ。うん、めっちゃ美味しいこれ。ま、ほんま
に僕だからな、僕ほんまにな、僕何回言うねん、ごめん、僕あのごめん、はい、これ ほんまに適当に聞いたや、うん、でほんまに適当切り方が美味しいや、うん、美味しいよね、うんうんうん、おいしいすげえ。 Alright everyone, you have to try this. This is from the Meiji era. So they call it sukiyaki. So it's just like beef with miso, sake, sugar and long onion. 絶対食べてな。 You have to eat it. これやったら別にさ、アメリカでもマネしようもできるよな。できると思う、余裕で、うん、クッキング酒、うん、酒を売ってる、癖のない酒買って、うん、癖がない鮭、うん、酒ね鮭こうで、まあ牛あるやなやばっ、もうびっくりする、もう感動してる。あれやったら生卵もとか思ってたけどさ、生卵の卵マグロいらんね、ちょっと食べてみたいけどほんまにいらない、いるかこれ、別にいらんやろ。何こんな牛肉柔らかいの、もっと硬ってなるかなと思ってんけど、うん、言うてもあのもも肉さ、いつもちょっとでも適当にやったらすぐ硬くなるやん、うんうんうん、止まらん。でもちょっと違う名前つけたいな、牛鍋やろ、だから、あ、牛鍋かごめんやけど、あんねんもう名前一応一つ卵でちょっと食べてみる。納豆ご。うんま。納豆ごいきますか、納豆ご。はい。味噌と卵やろう、どうなんやろう。わお。いるな、行くならこのまま行く、最高、いただきます、いただきます、ネギが、贅沢これ、このシンプルで味噌、砂糖とかで肉入れて、まあ、適度入れてネギを入れて、それだけでめっちゃ美味しくなって、自分が作ってない、自分が考えたことないけど自分が天才と思ってるなあ考えたの明治の人やけど、うん、でもなんか天才って感じするよな。だってその作った人がスーパー天才、うん、で食べてる人が天才。これ味噌のちょっとやっぱ濃い味噌がいいね、赤味噌系の。そで、うん、でその濃い味噌が、うん、が大事。これちょっと綺麗よ。赤味噌。うん。おいしい。それだけ言ってるな。ほんま。え、もうないの？あとこれ倍あってもいいよな、マジで。うん、これまあその肉が最初見てた、あれ 400g やん、銀がアホと思って、もうそこまで買いすぎて、でも全然足りない、もう 2倍でも2倍あっても余裕、これにライスあっても全然、ライス欲しい。作った時絶対2ブロック、うん、2ブロック、1人 200g、 1人 400g は食べれると思う。絶対食べれる。赤身やからさ、しつこくないやん。で今な、この中にご飯とか、うん、そんなもめちゃくちゃおいしいに決まってんじゃん。うどんある？しんちゃんもこの肉の匂いが匂ってるんだから、しんちゃんも食べたいと思う。その猫の、昔の飼った猫の写真。これもうちのペット銀ちゃん、銀ちゃんっていう、あ、しんちゃんがちょっと嫉妬してる。
はいはいはい。あ、まあ僕忙しいな、もうこの二人。しんちゃんの方が柔らかいから、しんちゃんが勝つ。さっさ、お兄はん、最近鬼殺隊いうものが幅利かせとるみたいですな。うん。あ、ごめん、どんな話鬼滅の刃の話。あ、そっか、そ、なずこなんでなずこ、なずこ、ねずこね。あ、ねず、あ、あ、いいね。なんかいい感じなの、でもな、マジなんか、明治っぽい。明治っぽい。しんちゃんさんちょっとあー、かわいい。ズズッとほら、見てください。お耳かゆいんです。かいたろうか、これで。自分でやる。ピシャー。鬼やん。鬼、ネズコみたい。ネズコ、ネズコ。なんで俺の方から取るの。あ、ごめん。そのネギが全然ないから。違う、いいねんけど。はいはい、めっちゃ取りにくいからさ。ごめんごめんごめん、はいはい、切れた切れた。なんでこっちに。うまっ。その卵入れる。卵入れてみる。美味しい。うん、とろとろ、ねっとりやね。ちょっと待って、牛鍋屋さんしたいねんけど。卵入りもいただきます。いただきます。あ、卵入りの方これ美味しいかも。だいぶ風味マイルドになって、うまい。卵いいで、うん、家族に教えたい。うん、これ家族と一緒に食べたい。うまっ。うまい。これがもっとふざけると思ってたけど、もうただそのうまいで、ね、締めまでいっちゃって、お、ビールもいっちゃいましたね。楽しかったですね。皆さんぜひ真似してみてください。そうそうそう、これ絶対、まあ大体みんな好きと思う。騙されたと思って。あとなんか豆腐とかでもいいかなと思った。絶対豆腐おいしいと思う。豆腐に置き換えてベジタリアンに。あ、そう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 、いろいろ置き換えて、いろいろ、うん、応用は効きそうと思いました。ではこんな感じでいろいろ動画撮ってるので、よかったらライクシェア、チャンネル登録お願いします。お願いします。では銀とクスでした。バイバーイ。じゃあねー。まあ、うぃや、うん、次の明治何作る。明治でな、オムライスとかそういうのも流行った明治やなんて。あ、そうなん、うん、じゃあそれを探そう。それ系あるかもね。クリギンチャンネル。